袋駅。鉄道で行くスキー場といえば JR 新幹線ガーラ湯沢が有名ですが、西武鉄道でもゲレンデ直通の列車が定期的に走っています。池袋から西武球場前駅まで直通している普通列車です。ちょうどスキー場のオープン時間に合わせて走っています。西武球場前駅には西武ライオンズのホームだけでなく狭山スキー場という屋内スキー場があり、駅前より徒歩2分ガーラ湯沢より気軽にスキー・スノーボードを楽しむことができます。池袋8時58分発西武球場前駅9時56分着、徒歩2分で到着する狭山スキー場は10時オープン。この列車に乗ればちょうどよく移動することができます。池袋を出ると練馬区を過ぎ所沢へ、西所沢からは狭山線へ乗り入れ、池袋から西武球場前駅へ直通しています。ご乗車ありがとうございます。各駅停車は西武球場前駅です。所沢には9時39分、終点西武球場前には9時56分に到着いたします。西所沢、お出口は右側です。小手差し反応方面を見てのお客様、降りました向かい側、看板方面を乗り換えください。反応駅は47分発です。西武球場駅前はイベントがない日は広々とし爽快なものです。のんびり歩いても約2分で狭山スキー場へ到着します。ゲレンデ内は雪質も思ったより良く、ガチガチではなかったです。
QR により子どもそりスペース、スノーエスカレーター、初心者専用エリアができ、子どもに優しくなった点が大きいです。最後までご視聴ありがとうございました。